ここは心優しき動物、力あふれる動物、誇り高き動物、そして未だ謎に満ちた存在、恐竜。あらゆる生き物が暮らす不思議な大陸、アニアキングダム。この地を制するのは動物か、はたまた恐竜か。今ここに全ての生き物たちの壮大な物語が幕を開ける。冒険大陸アニアキングダム。ピンチ、カワウソ村。ここはアニアキングダムのちょうどど真ん中、のどかな空気が流れる場所、カワウソ村。オアシス周辺異常なし。わあ、いいんだけど。つまんないな、退屈だな。うっそー、言って何すんだよ。ハート、何言うとねん。退屈、平和の間違いやろ。ワンダフル、んそう出せるった。エリー、このカワウソ村はアニアキングダム一平和な場所と言われてるんだ。ルッタの父ちゃんのおかげでな。そやで、ありがたい思わな。それは分かってるけど。けど僕はオアシスの守り番なんだ。みんなを守るため、かっこよく活躍したいんだよ。子供か。もうなあ、かっこ悪いぜルッタ。だいたいあんたみたいなちびっこがみんなを守れるわけないやろ。守る、父ちゃんみたいに。へい、お二人さん仲がいいのは分かったから。どこがだよ。行くぞルッタ、長老様が呼んでるぜ。え、長老様が。よく来たなルッタよ。今日はどうだった。うん、異常なし。オアシスは村の動物たちの命をつなぐ大切な場所。先祖代々それを守るのがカワウソ一族の役目じゃ。えへん。とはいえ無理は禁物じゃぞ。え、でも。でもではありません。あなたはお父様と比べパワーもスピードもありません。危険な行動は慎むのですよ。嫌だ。ルッタ、あのオアシスは父ちゃんが守り抜いた場所なんだ。だから今度は僕が父ちゃんに代わって守るんだ。ちょっとルッタ、言い過ぎやで。長老様とアミンさんに謝れ。嫌だ、僕は間違ってない。なんだと。ところで長老様、僕に用事があったんじゃないの。大丈夫か。ルッタ、あなたを呼んだのは大切なことを伝えるためです。大切なこと。うむ、実はの。なんだ。へい、みんな大丈夫か。地震か。いえ、あれを。火山の噴火だ。まさかこんなにも早く。ついに来たか。どうしてこんな。そうだよ、火山の噴火なんてもう何百年もないって聞いてるぜ。これは我ら動物族に伝わる古い予言じゃ。アニアキングダムの平和が乱れる時、大地に赤い涙が流れる。赤い涙ってマグマのことか。予言通り、この大陸に何か良くないことが起ころうとしておるのか。だったらみんなのオアシスを守らないと。いけません。そうやって無茶をしないよう、長老様はあなたを呼んだのです。あなたを守るために。でも僕はオアシスの守り番だから。待ってるんだ。俺たちも行くぜ。みんな大丈夫。へい、見ろ。まあ
逃げられなくなったんだ。いや、寝てるだけ。コアラって一日中寝てる動物だけど、こんな時にまで。どないしよう。ここは僕に任せて。でも言ったろ、僕はオアシスの守り番、みんなを守りたいんだ。じゃあ約束して、絶対に戻ってくるって。分かった。ほんまに？ああ、嘘じゃない。説明しよう。コツメカワウソは泳ぐのがとっても得意な動物なのだ。もうダメ。やスピードよりもっと素晴らしいものを持っているのですね。素晴らしいもの？それは勇気じゃ。勇気？へい、危ない。どんどん減っていってる。水は命の源だ。干からびたらみんな生きていけないぞ。みんなのオアシスが。どないしよう。長老様、何かないんですか？オアシスを救う方法は？あるにはある。本当？この岩をどかすことができれば水は戻ってくるじゃろう。こんな大きな岩無理や。できるとしたらあやつか。長老様、しかしそれは。うむ、危険な賭けじゃ。あやつは大変な力持ちじゃが、もし怒らせるようなことをすれば。一体誰なの？森の奥深くに住むゴリラの長じゃ。あやつならこの岩を動かすことができるかもしれんぞ。でもゴリラに会ったらただじゃ済まないって噂だぜ。僕行くよ。ルッタ、聞いてなかったのか？やつは怖いけど頼みに行くよ。このオアシスは僕たちの大切な場所だから。ゴリラの森に行くことを決意したルッタ、果たして彼を待ち受ける運命とは。はい、エディです。エブリバディ、せーの、アニキン TV。 今回はコツメカワウソのルッタ。カワウソは太くて平べったい尻尾を上下に振ることで素早く泳げるんだ。泳いでいる時も口や前足で物を運んだりできるぞ。それに陸上でも水中でもピントを合わせられる特殊な目を持っているから、水の中でもよく見えるらしいぜ。グレイト！ドキドキ始まる。アニアキングダム、さあ行くぞアニア。なになにアニア、アニアニアニア、僕らはワクワク草原、僕らもアニア。ドキドキ始まる、アニアキングダム。冒険が大好きさ、ルタタタタ走り出す。だって生きてる。さあ行くぞアニア。カワウソ村のピンチを救うため旅立つルッタたち。しかしその先には恐るべき恐竜たちが。次回、いざゴリラの森へ。小さな僕らの大冒険。アニキンじゃんけんじゃんけんぽん。